ギウォンにとって特別な日となったミッドタウン TV 生出演。大ファンだった矢口真里さんとも共演、そして記念撮影と、マギボンは番組終了後も大興奮でした。その後も番組内で話しきれなかった日本への思いやファンから寄せられた疑問質問をロングインタビュー。マギボンの素顔に迫りました。この模様はまた次回お伝えします。お好み焼き屋さんです。 We are in お好み焼きレストラン。どうですかマギボン、これね素敵じゃないですか。素敵、日本っぽいですよね。さあこんな形になっています。 This is kind of Japanese, right? Oh, very Japanese. マギボンの大好物といえばアメリカンタイプのピザ。ならば日本式ピザをご馳走しようということで、この日の夕食はマギボンが食べたがっていたお好み焼きにチャレンジ。ここで焼くんですよ。はったい。じゃあマギボン何食べようか。うん、これこれポーク、ポーク&エッグ、豚玉って言うんです。豚玉、豚玉、いや豚玉食べましょうか。食べましょうか。お好み焼きを楽しみに待つマギボン。このまま普通の食事会では終われないということで、スペシャルサプライズが進行中なのでした。さて実は今日はマギボンにスペシャルサプライズゲストを用意しているんですよ。ご紹介いたしましょう。マギボンが大好きな小松彩香ちゃんです。どうも小松彩香です。そう、サプライズゲストは女優、グラビアで活躍の小松彩香さん。マギボンが日本のタレントの中で一番大好きなのが小松彩香さん。インターネットで彼女の写真集まで手に入れるほどの大ファンなのだといいます。それで今、はい、マギボンちゃんが何にも知らないでお好み焼きが来るのを待っています。マギボンちゃん、彩香ちゃんのことが大好きなんですよ。ありがとうございます。嬉しいです。ちなみに、はい、マギボンのことは知ってましたか？はい、知ってました。私もあの YouTube をよく見るので、はい、動画をたくさん見させていただきました。はい、でなんか動画でも私の写真集とか紹介してくれてて、はいはい、すごい嬉しかったんですけど。そんなアメリカにいたマギボン、今日思いっきりサプライズさせるわけです。はい、喜んでくれると嬉しいです。大好きな彩香ちゃんがすぐそばまで来ていることすら知らないマギボン。この後突然のサプライズゲスト登場にマギボンは、お待たせしました。信じられないマギボン、感激で涙が止まりません。さあ感動のハグ、はいハグ。こんにちは。あ、びっくりした。びっくりした。すぐ分かった、すぐ分かった。あ、あやかちゃんだ。すごいすごい日本語上手ですね。はあ、じゃあそうですね、せっかく彩香ちゃんが来てくれたということで、今日は一緒にお好み焼きを食べましょうか。はい。びっくりしたマキモ。喋れなくなった、喋れなくなった。一番好き、一番好き。一番なんで好きなの。かわいい、かわいい、マギボンもかわいい。
かわいい。すごい見てたの、ネットで。YouTube。うん。見ましたか？見ました。ありがとう。なんか写真集とか紹介してくれてて、ありがとう。よかったね、マギボンね。よかった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 。どうですか、マギボン、YouTube でしか見てなかったマギボンをこう実際にこのネットじゃないところで出会う。本物だって感じです。本物だっていう感じで、うん。噂のマギボン。噂のマギボンですね。日本のドラマ見てるんですよ。1リットルの涙とか見てるんですよ。すごい。バミーノ見ました。バミーノ。見てる。嬉しい。見てる見てる。すごい。日本はどうですか？うん、素晴らしい。素晴らしい。楽しいですか？楽しい。ああ、よかったです。もう日本もうすぐ帰らなきゃいけないんですけど、ずっといたいって言ってるんです。ずっといちゃえ。ずっといなさい。You should stay here. I want to. I don't you should want to, not go back. I don't want to go back. そうだよね。分かってるよ。感極まった。マギボンは彩香ちゃんの写真集を3冊も持っているほどの大ファン。聞きたいことがたくさんあるということで、マギボンの質問タイムスタート。ピッツァの場合何を載せる？どういうこと？将来の。将来の？うん、プランですね。あ、将来。日本語になっちゃった。将来はどういうふうになりたいですか？将来はやっぱ女優さんになりたい。女優。アクトレス。アクトレス。You have many American fans. 何？ You have many foreign fans, American fans, America's young fan. がアメリカのファンがたくさんいるんだそうですよ。え、そうなんですか？アメリカで。嬉しいです。知りませんでした。はい。今初めて知った。はい。あのアメリカにたくさんファンがいます。おめでとうございます。アメリカ行きます。マギボンにプレゼントが。え？本当ですか？ラッシュの入浴セット。そしてマギボンびっくり、彩香ちゃんからプレゼントが。ホテルのお風呂で使ってほしいと入浴セットをもらっちゃいました。よかったねマギボン。ありがとうございます。 It's very thoughtful. ありがとうございます。これが彩香さんの好きなもので、私もこれ使ってるんですよ、このセット。使ってて。She's using same one. あ、cool. 泡風呂になるんです。うん、いい匂い。お好み焼き、おし、トライ、トライ。さあ、いきます。初めてのお好み焼きを体験する。ごはん。これが怖いです。怖い。いける。大丈夫。おいしい。おいしい。おお、やったー。やったー。うまい。おいしい。おいしい。ああ、いいですね。よかった。よかった。よかった。私もネットで見てたマギボンに会えることができてすごい嬉しくて、なんでまたどこかで会えるのを楽しみに、お互いに頑張りましょう。She was very happy. She's glad to see you, glad to meet you, and hope to see you again. 私の方が嬉しいです。私も嬉しい。Continue to support her forever. No matter what. 何があろうとも、私はあなたをサポートし続けます。嬉しい。何があろうとも、私はあなたをサポートし続けます。ありがとう。毎日マニボン見て頑張ります。頑張ります。いや、素敵なお好み焼きパーティーになりましたね。素晴らしい。